皆さんこんにちは。先日あやなんさんはセカンドパートナーである黒崎ひゅうがさんと夫である芝優さんの3人で TikTok ライブ配信したことで、またもや世間から大きな注目を集めていました。しかしそんな中でネット上では何かと騒がせている黒崎ひゅうがさんはとんでもない事件を起こした犯罪者であるという噂が浮上し始めているのです。さらには現在逃亡中の素性であるとまで言われるほどの重度な話だったのでした。そこで今回は黒崎ひゅうがさんの素性について探りつつ、なぜに逃亡までしているのか、犯したとんでもない事件の真相とともに探っていきたいと思います。この動画を最後まで見ることで黒崎ひゅうがさんとあやなんさんの関係性や逃亡までしているとんでもない事件の真相のすべて知ることができます。最後までご視聴ください。黒崎ひゅうがの経歴。黒崎ひゅうがさんは12月9日生まれ、広島県出身の男性です。残念ながら生まれた年は判明していないものの、あやなんさんより年下ということから20代と言われています。またどのような幼少時代だったのか、学生時代はどんな生徒だったのか等の詳細は不明なものの、広島県の高校に通っていたという情報が多数ありました。一般人ということもあり詳しい情報までは浮上していないものの、歌舞伎町のホストクラブキャンディーに勤めていたことはすでに多くの方が知っている情報となります。そんな中で暴露系と言われている滝沢ガレソさんから、黒崎ひゅうがさんの前職が土木関係の会社員だったことが判明します。そして土木関係の会社員という情報の他に、黒崎ひゅうがさんがある犯罪を犯していることが記載されています。そもそもあやなんさんは犯罪疑惑がある黒崎ひゅうがさんと、どのような流れで友人からセカンドパートナーという関係になっていったのでしょうか。あやなんと黒崎ひゅうがが関係を持つまで、二人の最初の出会いは、YouTube の企画でホストクラブに行ったことです。あやなんさんがこの動画撮影時に行ったホストクラブは、トップダンディーというお店でした。そして黒崎ひゅうがさんが勤めていた、キャンディーは、グループダンディーの傘下であることから、トップダンディーとは姉妹店という関係になります。またこの動画の企画をきっかけに、あやなんさんは姉妹店である、キャンディーで通うようになり、当時の担当が黒崎ひゅうがさんだったのではないかと言われています。こうして二人はお店を通じて出会い、その後距離を縮めます。どのくらいの時期から交際がスタートし、セカンドパートナーとなったのかまでは不明ですが、あやなんさんは悲劇の妻を演じる裏で、黒崎ひゅうがさんとペアルックディズニーデートへ行っていたことを、滝沢ガレソさんが10月29日深夜に SNS 上で暴露したのです。そしてあやなんさんはこの投稿が事実であることを認め、不倫相手ではなくセカンドパートナーであることを公表します。あえてセカンドパートナーであると公表したのには、不倫でないということを世間にアピールしたかったためと考えます。ちなみにセカンドパートナーというのは、肉体関係がないプラトニックな関係を意味します。あやなんさんにとって黒崎ひゅうがさんは、何でも話せる異性の相手ということになるのではないでしょうか。それを意味するかのようにあやなんさんの SNS では、イアンデート最高に楽しかったです。本当に心が休まりました。母親だって休むに決まってるだろう。世の中の母親は我慢しすぎてる。もっと自由にやらせてくれ。と、幾度となく自由奔放な発言を投稿し、世間から叩かれていてもお構いなしに、黒崎ひゅうがさんとの時間は有意義な楽しい時間ということをアピールし続けていました。また現在黒崎ひゅうがさんは、あやなんさんに養われている紐状態とも言われています。ただあやなんさん自身は過去に、彼氏には子供たちや経済面、様々な面において一切の責任がないので気楽で、立場をわきまえ気を使い合える。育児をしたり仕事をしたりする中での心の支えになる。普通に友達としてもめっちゃ気が合う。楽しいって感じ。と、黒崎ひゅうがさんへの感謝の気持ちを発言しています。さらに先日行われた TikTok ライブ配信では、顔も好きです。そのなんだろうね。ま、普通にこの対応力だよね。絶対に無理じゃん。こんな環境に馴染めないじゃん普通。それがすっと馴染んでくれて、この芝南夫妻のこの家中にいても、とても頼もしいという状態。と、黒崎ひゅうがさんの好きな部分を公表しています。では、あやなんさんが愛してやまない黒崎ひゅうがさんは、一体どんな犯罪に手を染めていたのでしょうか。黒崎ひゅうがの犯罪とは、滝沢ガレソさんは今やフォロワーが200万人を超えているほど、暴露系、情報屋としてネット界で有名人となっています。
そんな滝沢ガレソさんは黒崎日向さんが土木関係の会社員だったことを明かしたのですが、そこには黒崎日向さんが窃盗に手を染めていたことも書かれていました。滝沢ガレソさんは土木関係の関係者より会社の金を盗まれたと情報が入っていることや、黒崎日向さんの知人から金を貸したらそのまま逃げられたなど窃盗に関する情報が複数報告されたと明かしていました。しかしこの情報に対して滝沢では対応できないので、あやなんさんか警察弁護士にご相談くださいと対策案を述べています。さらに、ちなみに職場からはお金だけでなく銅線などを盗んで売りさばいてもいたそうです。ごまきの弟の後藤祐樹の間違いかと思いましたが、どうやらご本人のようでしたとの情報も公開しています。黒崎日向さんは今年の4月からホストとして働いていたことをあやなんさんがライブ配信にて明かしていますので、少なくとも土木関係の会社には去年まで所属していたと思います。こうして黒崎日向さんは元勤務先や知人からお金を盗み、現在も逃走中の犯罪者であることを暴露されていました。これに対した木沢ガレソさんへの返信欄に、何かと盗むのが得意だったとというコメントがあり、これは柴優さんからあやなんさんを盗んだという意味が込められているのではないでしょうか。そしてこのコメントに滝沢ガレソさんは、あやなんさんに関してはお互い本命であると語ってらっしゃったので心配無用かと思いますと、二人の関係は本物ではないかとコメントを通じて伝えていました。一方コメントはこれだけではなく、中にはやばいじゃん、肩代わりしてあげるんかなと、あやなんさんが黒崎日向さんの盗んだお金を代わりに返してあげるのではないかという声もありました。さらに、お金のためなら本命ですなんていくらでも言えるんだろうねというように、黒崎日向さんはあやなんさんに肩代わりしてもらいたいがゆえにセカンドパートナーとして本命だと名乗り出ているのではないかと疑っているコメントもあります。また、母親のセカパという本命彼氏が泥棒って、あやなんの子供たちが大きくなって知ったらグレるなと、あやなんさんの子供たちを心配する声も上がっていました。この窃盗が本当であれば、被害者は警察に被害届を提出しているはずですが、提出当時は小さな事件だからと諦めも視野に入れるよう警察側から言われていたかもしれません。ですが今となっては世間的に注目が集まっているため、再度警察に訴えれば警察も動かざるを得ません。そのためこの窃盗が事実なのかどうかは時間の問題だと思います。ちなみに黒崎日向さんは柴優さんとも知り合いだったそうで、柴優さんはライブ配信中、友達だったというか知り合いだった、仲が良いと明かし、ある程度の交友があったことが伺えます。関係について詳しい内容は明かされていないものの、三角関係のように全員がつながっていたため、柴優さんはかなり複雑な心境だったと思います。柴優さんにもセカンドパートナーという存在はいますが、黒崎日向さんとの関係を知り精神的に頼れる存在が後に現れたのではないでしょうか。またあやなんさんは黒崎日向さんを世間にも公開していますが、柴優さんはセカンドパートナーの顔等を公表しない方向です。そして旧ツイッターでセカンドパートナーである S さんと結婚するとも言っています。果たしてこの選択も正解と言えるのでしょうか。そして今後の子供たちにどういった影響が出てしまうのでしょうか。あやなんさんに関する騒動や炎上はいつ終止符を打つのか気になるところです。柴優夫妻には一刻も早く子供たちのためにも SNS から離れてセカンドパートナーと共に第二の人生を歩んでほしいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録と高評価もぜひお願いいたします。それではまた。